はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の三角形となる条件についてお送りします。で、前回まで正弦定理と余弦定理をやってきたんですけど、ここで1本だけね、この動画をやります。まあ、三角形となる条件で問題1問だけです。今載ってるこの問題だけなので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この問題確認してもらって、ちょっとわかんないなっていう子は、今からね、これ解説やっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題の解説始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回何の問題かっていうと、まあ三角形なんですよ。ね、いつも通り三角形で、長さが5と3と x な、一つだけ分かってないんです。で、この三角形が、しかも鈍角三角形となるように x の範囲を定めます。で、まず鈍角三角形なんですけど、これは一つの角が90度より大きいやつね。これ中3でやってるんですけど、よくこれはデブな三角形って言ったりしますけど、こういう感じのやつ、一箇所だけ90度より大きい角度が入っていると鈍角三角形と言います。で、そうなるようにこの辺の長さ、これの範囲を定めていくと。で、まずですね、これやり方、まあいろんなパターンがね、いろんな人がいると思うんですけど、俺ちょっと図形を書きます。最初で5と3と x なんで、あのね、そんなに厳密じゃなくていいんですけど、これ途中式をね、もしテストの時にテストで書かされた時、答えだけだったら全然構わないんだよ。こんなんやんなくていいんですけど、途中式書かされた時は、あのね、置いて、ちょっといろいろ文字を置かなきゃいけないので、先にちょっとやらせてください。で、ちょっと書いてみる。ABC って。で、5と3と X だからどれでもいいんですけど、まあ、ここちょっと5にして、ここ3にして、ここ X ってちょっと今回置きます。いいかな？なので、今回は、つまり最初に、この三角形で AB を3にしてるでしょ。AB を3、BC イコール5、で、CA イコール X の三角形について考えると。まあ、書き方は自由です。と置くでもいいと思うけどね。まあ、これについて考えるよってことにします。で、まずですね、鈍角三角形を攻める前に、これ3つ辺があるでしょ。これが三角形になる条件っていうのが1つあります。これ覚えてください。三角形になる条件です。これは、まずですね、わかんないやつあるじゃんか。で、わかんないやつを真ん中に置きます。X。で、右に口を開いてイコール入れません。これで囲ってください。わかんないのがあったら、その X、もし A だったら A を置いて、ここに。で、置いて、あと5と3が余ってるじゃん。で、左側は5-3です。で、右側は5+3としてください。で、左だけ絶対値がつきます。これが三角形になる条件なんです。これ覚えてください。一つの辺を置いたら、右に口を開きます。で、左は引き算。右は足し算。で、引き算の方は絶対値をつけると。これが三角形になる条件。で、あとこれ解きます。で、これちょっと難しそうに見えるんですけど、超簡単だから。これ、つまり、x。右から行こうか。5+3は8だもんね。で、これ5-3って2じゃん。絶対値2って2だからね。絶対値2っていうのは、数直線で、ちょっと書くよ。数直線あるでしょ？ 2 ってここにあるでしょ？これ、絶対値っていうのは0からいくつ離れてるのっていうのを聞かれてるの。で、0から1個、2個、2離れてるから普通に2なんです。絶対値2もね。だからこうなります。x は2から8。で、これが、まず1つ目の範囲になります。いいかな？まあ、後で使うからね、これ。で、次です。で、次は場合分けが必要になります。で、ちょっと色変えようかな。青にね。場合分けです。で、何の場合分けが必要かっていうと、今回、鈍角三角形となるようにしたいのね。で、鈍角三角形っていうのは、一つの角度が90度より大きい。つまり、
この中で一番でかい角度、一番でかい角度が90度を超えてくれればいいんだよ。で、一番でかい角度どれかなって分かればいいんだけど、実は分からないんです。二通りあるんです、これ。例えば、これね、まず、ここあるじゃん。ここの角度。これ、絶対に一番大きくなりません。これね、覚えてほしいんですけど、今、この C の反対側って3でしょ。A の反対側って5でしょ。ここちょっと分からないんで、まだ置いときますけど、辺の長さが長い方の対角、反対側の角度ね、の方が絶対に大きくなります。だから、この C とこの A を比べたら必ずこっちの方が大きいんです。だから、こいつ一番大きい可能性がないんだよ。こいつに負けてるから。だから確認しなくていいの、ここは。本当は場合分けを3つしなきゃいけないんですけど、ここはしなくていいんです。一番大きい可能性がないからね。で、ここが一番大きいかもしれないし、もし X が7とか8っていう長い辺になってしまったら、こっちの方が大きくなるんだよ。5より長くなるから長さが。角度がでかくなってしまう。なので、角 A が一番大きいとき、角 B が一番大きいときで場合分けを分けます。いいかな？じゃあ、まず A の方からいこうか。で、場合分け1。まあ、この図でやってるんで、角つけなくてもいいかな。A がで、3つつけようかな。角 A が鈍角の時ですね。鈍角の時。ここが鈍角になるよって時を考えていきます。で、鈍角三角形になる時の条件がまたあるの。これ覚えてね。鈍角三角形になる時の条件は、まず、今、ここ鈍角でしょ？ A。それの反対側にある辺の2乗からスタートします。午後25です。なので、午後25。そして、鈍角の時は、左に口が開きます。左です。これ後で言うけど、A 角の時は右に口が開きます、今度。いいかい？で、あと何するかっていうと、X と3が残ってるじゃんか。それを両方2乗して足してください。こうやって。これが鈍角の条件です。ちょっともう一回言うね。A が鈍角って決めたので、それの反対側にある5の2乗を書く。で、鈍角は左に口が開いて、残りの辺の長さを2乗して足せばいいんです。で、あとはこれを解く。いい？解くと、まあ、ちょっとこう、うまくまとめてもらうとですね、x2 乗イコール10、あ、でね、これ、大なり16となります。いい？ x2 乗大なり16で、これもこう、うまく持ってくるとなりますんで。で、これを解くと、x は、マイナス4から4となります。いがマイナス4から4。で、これを使いたいんですけど、今、X って辺の長さでしょ。で、一応書くか。ここで、X は辺だから絶対0より大きいんだよ。間違いなく。マイナスってないからね。なので、くっつけると0から4になります。マイナスゾーン使えないんでね。で、これが2番です。範囲の。いい？で、次、場合分け2です。さっきは A が一番大きいとき。次は、ここの B が一番大きいときを考えます。つまり、X がめっちゃ長いときだね。で、そのときなんで、場合分け2。角 B か。B が、鈍角のとき。でも、やること同じです。今回は B が鈍角なので、それの反対側の X の2乗から始めます。だから、X の2乗でしょ？で、鈍角は左に口が開く。で、残りの2乗を足せばいいんで、サザン角と午後25を足すと。で、X2 乗を34になるので、これ普通にね、解いてもらうと、X34 と、√34大なり x と、こうなります。いいかな。で、これまた x、 これも一応書こうか。ここでまた x がね
ゼロより大きいとこしか使えないんで、これもろマイナスなんだよ。マイナスルート34よりちっちゃいだから、こっち答えで使えないので、こっちですね、使っていいのは。ルート 34x。これが3番になります。これで終了。3つ揃いました、全部。で、最後に数直線書くんだけど、ちょっと一回復習するね。まず、三角形になる条件で一回出します、範囲を。これ三角形になる条件ね、これです、これ。で、次に、一番大きい角度になる可能性があるのが2個あります。で、それは書いた図によって変わると思うんですけど、その2個について、1個が鈍角の時、もう1個が鈍角の時を調べると。で、3つ揃ったら最後、数直線。さあ、まっすぐ書けるかどうか。幅はあるか、いけるかな。さあ、どうよ。あ、まあまあだね。で、これを書いていきます。で、この時に注意があって、まあ、いいか、まず赤書いちゃおうか。2から8なんで、2から8か。2、で、白丸ね。8。で、こっちも白丸。で、まあ、ここですわ。で、いいよね。で、青なんですけど、これは、これの時とこれの時は、別に、あとね、なんていうんだ、同じ高さで書いてください。同時に起こることはないので、これは同じ高さで大丈夫です。大丈夫、これとこれが同時に起こんなきゃいけないわけじゃないからね。これの時でもいいし、これの時でもいいので、同じ高さで書く。つまり0から4、0、ここで4がこれにしとこうか。で、白丸、白丸でこうなるでしょ。で、ルート34の場所気をつけてね。これ8が葉っぱ64でルート64、4がルート16になるんで、34、これの間にいるからね。なので、まあこの辺でいいか。ルート34より大きいんで、これと同じ高さ扱いです。こうなる。その同じ高さ同じ高さって言ってるのが何かっていうと、3本あるところを探さなくていいよってこと。赤と青があれば十分。つまり答えとして使っていいのは、ここと、ここになります。いい、その2箇所だから、それは最後答えで書くので、まず2から4だね。なので答え、ちょっと今きなこが飼ってるハムスターが走って、ごめんね、カタカタ鳴ってるんで。また2から4です、ここで。もう1個はルート34から8までなんで、ルート34から8と、これで答えになります。いいかな、こんな感じで解いてみてください。で、今回本当は鋭角三角形の問題も取り上げたかったんですけど、ちょっと板書的に無理だったので、今回は鈍角三角形で。で、もしこれね、線が書いてあって、こいつが鋭角三角形となるようにって言われた場合は、まず同じです、三角形になる条件を出します。で、鋭角三角形っていうのは3つとも鋭角じゃなきゃいけないんだよ、全部で。その調べ方は一番同じです、一番大きい角になる可能性のやつが鋭角になればいいんです。なぜなら、例えばこれが一番でかいとするでしょ。こいつが鋭角、一番でかいやつが鋭角だったら、他も絶対鋭角だから。だってこいつよりちっちゃいんだもん、角度。一番大きいやつが鋭角ならね。なので、一番大きい、今回であれば A と B でしょ。それがそれぞれ鋭角の時、鋭角の時で調べます。で、鋭角の時はここが右に変わるだけだから、ここの部分が右に変わるだけ。それでやり方と一緒です。っていう風にやってください。いいかな？では、今回は高校数学数1の三角形となる条件についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から、また変わるんですよ。三角形の今度面積いきます。で、まあ、面積もちょっとシリーズで何本かやろうと思ってますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。